津市行政情報番組まるっとつないのです。新緑がまぶしい爽やかな季節ですね。公園では遠足に来ているのか、子どもたちの元気な声が聞こえてきます。天気のいい日にはお弁当を持って野や山へ出かけ、時間をかけてゆっくり緑を眺めてみたいものですね。それでは今回のまるっとつがいどの放送内容です。街の出来事では、4日火曜日祝日、市市町庄村の庄村薬師堂で庄村薬師堂秘仏御開帳記念大法会が行われました。11日火曜日、美郷町北長野の私立長野小学校で美郷地域の3つの小学校の交流授業自然体験教室が行われました。12日水曜日、この春新規採用された市職員を対象にゴミ収集業務体験学習が行われました。クラブ活動を通して中学校生活の様子を紹介する学校自慢放課後編、今回は京南中学校の吹奏楽部と被災中学校の陸上競技部をお送りします。市内の名所旧跡などを紹介する新コーナー歴史散歩、初回は布引の滝と青山京塚をお送りします。以上の内容で今回のまるっとつがいどをお送りします。